ファニーチェッリートファニーチェッリートは、イタリアのバレエダンサー、振付家。本名は、フランチェスカ・チェッリート。ナポリ生まれで、カルロ・ブラジス、振付家ジュール・ペローとアルチュール・サンレオンについて学んだ。サンレオンとは1845年に結婚し、1851年に、離婚している。チェッリートは1832年に、ナポリでデビューし、 その後、欧州各地を巡演して、マリー・タリオーにカルロッタ・グリジ、ファニー、エルスラー、ルシル・グラーンなどと並んで、ロマンティック・バレエ機を代表するバレリーナの一人となり、1857年に引退した。よく知られているのは、オンディーヌと、パ、とカトルへの出演である。チェッリートは、自らも、ロシダ、ジェンマなどの作品を振り付けている。チェッリートは1856年、 モスクワでの舞台出演時に火災にあった。火傷や負傷は免れたが、それが引き金になって、翌年引退したという。舞台での火事では、クララ・ウェブスターや、エマリ・ブリーが死去している。ありがとうございます。